徳島活性化計画アーモン TV ボリューム3です。徳島を活性したいの思いで各ジャンルのスペシャリストが徳島の最新町情報を分かりやすくお届けする番組でございます。本日もですね、メイン MC 務めますアーモン TV ナビゲーター林俊です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、そしてです、はい、今日も初登場ですね。はい、アシスタント候補生の中からじゃあ自己紹介お願いします。はい、はじめまして、川上里穂と申します。よろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。川上里穂ですね。はい、里穂です。里穂です、はい、よろしくお願いします。さてです、ね、この放送隣の2人なくしては配信できません。はい、ご紹介しましょう。ユーソリのオペレータージョニー&キャッシュです。さあです、その前にね、これで思い出しました。はい、このアシスタントのリホちゃんはですね、今何やってるんでしたっけ。大学生で書道をしております。はい、はい、学生でですね、書道をしているわけですが、なんと書道が全国1位と。はい、この間1位になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、どんな風に書いてくれるのかということで、今そこにね、色紙あるんですよね。はい、じゃあ皆さんちょっと見せてください。はい、この色紙に、はい、一文字書きたいと思います。今すぐ書いてくれます。じゃあ書いてもらいましょうか。ほう、すごいね。ほう、ね、これ本当思いました。俺もカメラで撮れるといいなと思ったんですけど、まあそのうち今皆さんの方に見せますんで。半を押すんですね。さあ、これで OK ですか。じゃあこれで皆さんに見せてください。はい、マイク一緒に持ってもらっていいですか。はい、こんな感じで書いていただきました。皆さん学長、はい、さあです、これはなんて、舞うという文字を書かせていただきました。なぜ舞うという文字を書いたんですか。はい、このアマチ TV でアシスタント広報生として、うん、まあ、なんですかねそうですね舞い上がってみたいと思います。なるほどね、そんな風な彼女です。皆さんこれからもよろしくお願いいたします。さあです、本日はこれ生放送ですね。生放送ということで、この場所ですね。じゃあお願いいたします。はい、本日は福島市中野町1丁目アクティアネックスビル3階ほうスタジオノアより生放送でお送りしております。はい、現在生放送でございますね。この場所はですね、秋田町というね、大きな繁華街の交差点があります。アクティ21の向かい側の3階のビル、1階が1個、そして4階がアミューズメントバーフライのその3階です。はい、現在生放送です。今からでもね、十分楽しめますんで、はい、たくさんの方こちらの方ね、スタジオの方お越しください。よろしくお願いいたします。さあ行きましょうか。それでは本日のメニュー行きましょう。メニューです、お願いします。はい、行きましょう。はい、一つ目にアーマチグルメ担当キャスターは小野浩二です。うん、はい、しょっちんです。さあ二つ目いきましょう。はい、二つ目にしんちゃんのアーマチバー担当キャスターは徳永真嗣です。はい、徳永真嗣、しんちゃんですね。はい、さあ三つ目いきましょう。はい、三つ目に合わない糸バタフライ担当キャスターは豪徳寺康成です。はい、豪ちゃんです。そうだ、さっきね変わったんですよ、入れ替わっちゃって。2番目がナイトバタフライで、3番目がしんちゃんのアーマチバーになっちゃいましたんで、はい、はい、そんな感じでね、皆さん要チェックで。さあ4つ目いきましょう。はい、4つ目に世界に誇る徳島人。はい、徳島人ね、今日ですね、はい、ゲストは世界チャンピオン来てくれますよ。はい、すごいです。すごい楽しみです。じゃあいきましょう、はい、5つ目。はい、5つ目に大人のアーマチバー
ピンクピース、はい、担当キャスターは米田剛です、はい、コメちゃんです。じゃあラストいきましょう、はい、ラストです、はい、6つ目にイベント情報負け負けいっぱい、担当キャスターは小川博史です。はい、博史です。で、以上の6本立てでございます、今からね約2時間です、皆さん見てよかったと思われる情報を、ね、今から皆さんにお届けしようと思います。お付き合いください。じゃあ行きましょうか。提供スポンサーはこちらです。あわまち TV、 提供は ジャパニーズレストラン、あわ恋しぐれ、イタリア料理、カプリチョーザ、ヌーベルプラスココ、スミヤ、以上4社でお届けしています。ですね、はい、提供スポンサー様を今ご紹介しました、はい、じゃあコメントがあるということでいきましょう。はい、アーマチ TV では提供スポンサー様を募集させていただいております、うん、興味のある方はこちらまでお願いいたします。はい、アーマチ TV @gmail.com ですね。提供スポンサー様を現在募集させていただいております、ぜひこちらの方までメールいただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ行きましょうか。いよいよです、はい、一発目のコーナー、はい、ね、一発目のコーナーはですね、アーマチグルメです、はい、行きましょうか、はい、アーマチグルメ担当キャスターはこの方です。一つ目の、ね、コーナーが来ました。はい、はい、どうも、アーマチグルメでございます。はい、じゃあアーマチグルメ担当キャスター自己紹介を。はい、お願いします。アーマチグルメの担当しております庄野です。よろしくお願いします。しょっちんです。皆さんどうぞよろしくお願いします。ね、はい、さっきなんとなくオープニングよりも人がパラパラパラと増えてきた感じがあって、そうですね、はい、いい感じになりましたね。はい、今日もですね、私服の一品を、はい、紹介してくれる。今日いくつあるんですか。今日も2つです。今日2つ、はい、2つ。すごい、もう毎回大好評ですからね。見といてほしいなっていうものばっかりなんで、はい、もう見逃さないでほしいですこれは。なるほどね、はい、これあれですか、あのご紹介したのが今まで4つあるじゃないですか、はい、4つのお店からいろんな反応とかありました。結構ね、見たよっていうのがあるんですが、はい、ただクーポンみたいなのがついてないんで。あ、なるほどね。本当に見てこれだけを見て来ていただいたっていうのがよくわからないということなんで、ちょっと今日はクーポン1つちょっといただいてますんで、今日皆さんクーポンありますので要チェックでお願いします、はい、じゃあ行きましょうか。しょっちゅう、はい、行きましょうか。行きましょう。そしたら一つ目はこちらです。はい、今夜町野田、今夜町に、26番地にあります。まず一つ目のお料理なんですけれども、うん、塩ちゃんこ鍋、これがミニ塩ちゃんこ鍋という名前をつけてまして、うん、一つ1400円。おー、なるほど。はい、じゃあこちらに返してもらいましょうか。さあ出ました、熱々です。今日もね、ちょっとリホちゃん熱々だからね。熱々です。では早速毎回このコーナーね、はい、これ食べられるんですよね。はい、これ4名様にちょっと食べていただこうと思ってます。どんな感じなのか画像もあるんですよね。画像出してもらっていいですか。こんな感じですね、はい、ミニ塩ちゃんこ鍋、いつもの食の、ね、食係の大西さんとか、うん、
じゃあですね、こちら食べたいと思う方4名。はい、4名様、はい、4名大丈夫です。前来てください。すいません。はい、これはね、本当食べていただきたい一つですね。後ろに来てください、後ろ。どうぞどうぞ、後ろに。後ろ側に来てください。すいません。はい、皆さん早くお願いします。はい、大丈夫です、4名です。はい、すいません、このね、はい、この後ろに立ってください。この塩ちゃんこ、じゃあ、しょっちゅう取り分けてくれるんですよね。はい、はい、取り分けますんで、ね、はい、取り分けお願いします、はい、お願いします。リオちゃんもちょっと手伝ってあげてね。はい、リオちゃんも手伝ってあげてください。さあ、1名です。あとで3名おいでになりますから、はい、こちらの方来てください。すいません、早くお願いします、生放送なんで。すいません、これ生放送なんで、すいません。え、もう少しこちら側まで大丈夫ですね。僕の後ろぐらいで、あ、この位置ぐらいでですね。はい、もう1名、1、2、3名、4名です。はい、すいません、速やかにお願いします。はい、現在アシスタントのリホちゃんからね、皆さんに渡されてます。はい、いいよね。初中、ちなみにこれどんな感じですか？これは昔食べ慣れてると思うんですけれども、札幌一番塩ラーメンとかのこの味にそっくりで、もう昔の懐かしい味と思って食べていただければすごいいいかなと。ラーメンも最後にあるんですが、1400円で、なんとラーメンはホットはついてません。ただこれがクーポンなんですが、あわまち TV を見たというお客様にはラーメンをつけるということをクーポンいただきましたんで。はい、これすごいね。ちょっとね、僕、皆さんにはちょっと伝わんないんだけどね。まあでもちょっとすみません、画像もう一度出してもらっていいですか？こんな感じなんですよね。これに本当はつかないラーメンがつくっていう素晴らしい。じゃあ、じゃあ、後ろのですね方食べて、また後で感想聞きますんでね、食べてくださいね。はい、ではもう全然食べてください。はい、これ先ほどのクーポンの期間はですね、はい、次の放送日までいただいてます。なるほどね。ただし金曜土曜はダメということになってますんで、はい、気をつけて、はい、平日行ってください、どんどんと。なるほど。だからいいですよね、1400円ですから。はい、これからの季節にぴったりですね。そうですね、もう今はちょっと暑いんですけれども、うん、もう来月ぐらいからぴったりの商品です。すごい、これいいね、はい、行きたいね。じゃあこの、場所教えてもらいましょうか。はい、アクティ21からですね、ワシントンホテル、ビザンの方に、うん、歩いていきますと、右手側に籠屋町の入り口、あのアーケードの入り口があります。はい、でそこをもう一つ向こうにビザン側に寄っていただきますと、はい、右に曲がる道があります。あります、あります。そこの角が全て野田という店になってますんで、はいはい、入ってすぐっていう感じなんで、はい、そうですね、そこまで行くと野田って書いてますんで、分かりやすくと思います。あ、これ入り口の絵がありましたよね。こんな感じです、はい、入り口こんな感じなんですぐ分かると思いますんで、皆さん行ってあげてください。ここの大将が35歳で若いんですけど、ものすごい面白い大将で、あ、出ました出ました、はい、ね、しげちゃんって言いますんで、皆さんしげちゃんって呼んで行ってみてください、ね、はい、でしかもアーマチ TV を見たというと、はい、麺がついてくると、麺がついてくる、はい、ね、素晴らしい。じゃあですね、はい、4名の方すいません、今これ生放送行きますんでいいですか。じゃあ一人ずつ感想をお伺いしましょうか。はい、お味の方はいかがですか？めっちゃ美味しいです。美味しいでしょう。美味しいですか。はい、めっちゃうまい。はい、めちゃめちゃですか。じゃあすいません、もうちょっとこっち寄ってもらってくださって、はい、どうぞこっちに。すいません、こっちに。はい、こちらで。お味の方はいかがでしたか？はい、いい出汁出てます。ラーメンが欲しいなるでしょう、はい、ラーメンがいい出汁が出てるって言ったよね。はい、はい、いいと思います。じゃあラスト。美味しかったですか？野田最高です。野田が最高です。野田最高ですという言葉いただきました。はい、ね、これ若干ちょっと残ってますかね。残ってます。前の方のテーブルを組んでね、はい、欲しい方食べてもらってね、食べていただいて結構ですね、はいはい、じゃあもう一度しょっちん、場所とそしてお店のお名前、電話番号とか行きましょうか。はい、今夜町26番地、今夜町野田という名前で、うん、電話番号なんですが、0886555
5338、はい、5338、はい、定休日は月曜日になってますんで気をつけてください。はい、はい、月曜日です。明日はだから空いてますな。空いております。明日もぜひ大丈夫なんで皆さんな、はい、野田の方足を運んでください。アワチ TV を見たというと何が、はい、ラーメンがついてきますので、はい、皆さんどしどし行ってくださいね。これすごい、ラーメンいただきました。はい、ありがとうございます。ということで一つ目でございました。じゃあ続いて、はい、2品目いかせていただきます。2品目はこちらです。はい、2品目はですね、ラウンジピアノ、こちら前菜を紹介したいなと思っております。はい、しょっちゅうその前に、はい、ゲストですからとりあえずゲストご紹介するように。みやこ姉です。みやこ姉です。あざっす。はい、結構町では有名です。みやこ姉です。はい、皆さんお気楽しよう。ありがとうございます。はい、すごいね。すごい、自分の飯ここ置きましたから。やめてください、そういうの。はい、じゃあでもね、シャッチン、僕、はい、さっきね、ちらっと聞いたんですけど、はい、ラウンジじゃないですか。そうなんですよ、ね、ラウンジなのになぜ阿波町グルメなのか、はい、そこがラウンジという気持ちで僕も行ったんですけれども、まあ、なんせね、その前菜が出てきた時に、はい、すごい凝ってる前菜、僕もちょっと料理をするんですが、すごい凝ってるその前菜というか、もう野菜を使ってるとか、うん、もうすべて旬なもんでまとまってるっていうところで、うん、もう、まあ、一度ちょっと僕が行った時の、ピアノの前菜の写真があると思うんですけど、はい、写真あるんですか。はい、画像あると思うんで、はい、ありがとうございます。非常にこういった ね、ちょっと気の利いたちょっとダンディーな僕が食べるのにぴったりな、なんかすごい恥ずかしいんですけど、うん、なるほどな。じゃあこちら戻してくださいということで、しょっちん、はい、実はこちらの方にこれちょっと斜めにして大丈夫かな。こちらもちょっと3名の方に食べていただきたいなと思ってるんですけど、これちょっと見えるようにカメラでしたいんですけど、こんな感じでどうぞ。3名様、じゃあ今から3名の方前まで、はい、すいません、どうぞどうぞ、大丈夫です、来てください。お兄さんどうぞ。あともう1名の方、一度食べとかないと。じゃあ昨日も食べたんでしょうけど、じゃあ出勤これお渡してください。はい、お箸あります。あります。お箸ないですけど大丈夫ですか。はい、じゃあ一人ずつ食べて、じゃあ後ほど感想をお伺いしようかと思います。生ハムと一時期です。はい、ちどうぞ座ってください。はい、皆さん食べてもらって後で感想をお伺いしますんでお願いします。じゃあですね、ラウンジピアノ、はい、なぜピアノって名前なんですか。ピアノはですね、まあ、店内1970年代の作りでして、すごく昭和レトロな店内で、うんうん、まあ、そこにジャズピアノをあえて流したいなと、はい、まあ、そこで癒しの空間を皆様にちょっと味わっていただきたいなっていうところから、まあ、ピアノって誰しもがこう聞いたことがある言葉だったと思うんです、はい、ありますよね。でもそこで今回ピアノしかないなと、これはもう一発決めですね。ああそうなんだ。はい、で最近なんですよね、お店オープンされたの。もうちょうど1ヶ月ですね。ちょうど1ヶ月。ちょうど1ヶ月です。じゃあ俺もうちょっと聞いていいですか。はい、どうぞ。じゃあちなみにですね、これラウンジじゃないですか。はい、ラウンジっていうのはラウンジですよね。そのお店行くとセット、ね、はい、バーラウンジ、カウンターだけなんですよ。でも食事だけ行くってことは不可能じゃないですか。そうですね、一応これ一品なんでしょ。こういう一品の中にチャージとして3000円、はい、全ても含まさせていただいてます。これがついて3000円。はい、はい、そうです、はい、安い。なるほど。でそれでお酒が別で、お酒がついてっていう感じです。これ大体 どれぐらいの予算を持っていけば大丈夫ですか。まあ、キープで7000円から、うん、ワインは3000円からあります。なるほど、はい、ぜひね皆さん足を運んであげてください。はい、よろしくお願いします。じゃあしょっちん、はい、お聞きしましょうか。さあそしたらずっと食べてますね。後にしましょうか。口の中にいっぱいですから。ただやる気元気高木君。はい、やる気元気高木です。こんなうまいもん人生で初めて食べた。うまい。はい、素晴らしい。しつこいコメントでしたね。あ、どうもスペックから来ました池添です、うん、
今日初めてのご飯でめちゃくちゃうまいです。はい、ありがとうございます。食べてない子みたいですね。ありがとうございます。はい、出すでしょう。いや、もうなんかあの 気が利いてますよね。このあのママのフグと同じで、昨日もね、あのちょっと行かせてもらってたんですけどね、この当てだけでずっとお酒が飲めるっていう、美味しいですよね。ありがとうございます、はい、ね、もう皆さんからいいというコメントをいただきましたね、はい、ぜひですね、3000円でしたっけ、ね、3000円です。3000円なんで、ぜひね、皆さんね、行ってあげてください。じゃあ、所長、場所。はい、場所はですね、富田町2丁目になっておりまして、うん、2丁目というと、アグティ21からですね、今度はまた眉山の方に向かって歩いていただきますと、左手側にサンクスがあります、うん、そこを信号を渡ってもらいます、右手の方に。で、アートレントさん、はい、レンタカー屋さんがありますんで、そこもまっすぐ行っていただきますと、うん、1番目の曲がり角、四つ角になってまして、そこの角っこの2階になります、はい、ちょっと上がりにくいんですけれども、まあでも、もう一度じゃあお店の前出してもらいましょうか。お店の前だっけ。あ、ないんですね。電話番号が出てますんで、そっちに電話番号言いましょう、はい、電話番号は088-654-0215、はい、ここに電話していただけたら、ね、下まで迎えに行きます。はい、わかりました。勝手に言ってしまいました。じゃあこちらに戻してくださいということで、はい、ショッチン、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。はい、アーマチグルメ担当キャスターはショーの小文字でした。皆さん、お気楽賞どうもありがとうございます。じゃあですね、続いてのコーナー行きましょうか。続いてはですね、アワーナイトバタフライです。担当キャスターはこの方です。さあ、来ました。はい、ねえ、ゴーちゃん。はい、もうね、はい、もう実はね、こう照明が暑いんですよ。暑いですね、これね。ねえ、はい、もう暑いんですが、もう今日はね、僕最初から上着脱いできました。しかもですね、鍋とかやってましたから暑くて。あれでも美味しそうでしたね。ねえ、美味しそうでした。食べてみたかったな。冬になるといいなって感じしましたね。ねえ、ね、ということで、はい、ゴーちゃんがやるコーナーはどんなコーナーですか。はい、このコーナーで、このコーナーは、徳島の夜を鮮やかに彩る素敵な女性を紹介していくというコーナーです、うん、今日も紹介してくれるんですか。はい、まあ、前回前々回とね、はい、前回はガールズバーの方で、はい、その前はラウンジのママさんでしたね。そうですね、今度またあのちょっと高級な感じで今日も、はい、じゃあ行っちゃってください。はい、では今夜ご紹介するのはこの方です。さあ、来ました。はい、ね、もう綺麗なお姉さんですが、ですね、もうすごいね。はい、今日は3人で喋りたいとこなんですけど、はい、もういつもね、ゴーちゃんのコーナーはもうちょっと後ろの方なんですけど。そうなんですね、はい、もう今日前半来ましたんで、はい、ここでまた僕一応生放送なので休憩で。わかりました、休んでください。あとはお任せしますんで、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それではですね、改めまして、自己紹介よろしくお願いいたします。はい、ラウンジ青山の青山美希です。よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。はい、ラウンジ青山、どんな感じのお店ですか。そうですね、和モダンで竹を基調にした、まあ、ゆっくりと落ち着いていただけるような空間のお店だと、はいはい、思います。はい、今ちょっと画像出てますが、こういう感じのお店ですね、はいはい、まさしく和じゃないですか。そうですね、はい、なかなか落ち着ける感じの、はい、内装になってますね。はい、では場所を分かりやすく教えてください。アクティから眉山に向かって歩いていただいて、はい、左側にサンクスがあります、はい、そのサンクスを左に降りていただいて、はい、50メートルくらい歩いていただいたら、はい、左側に黄色の看板でアンビシャスビルというビルがあるので、はい、そこの1階になります。なるほど、はい、では、もう一度、説明しますと、はい、アクティっていうビルがありまして、そこから眉山方面に向けて、歩いていきます。
すると左手にサンクスがあります。コンビニのサンクスが、はい、そのサンクスの角を左に曲がります。で、50メートルぐらい行くと黄色い看板でアンビシャスビルって書いてあるんですか。はい、はい、そこの1階です。すごい簡単ですよね。そうですね、うん、多分実際歩いてみると結構近い感じですよね。はい、はい、それではですね、このラウンジ青山、特徴とか他のお店にない売りみたいなのをちょっと教えていただけますでしょうか。キャリアのある女の子っていう、はい、声がちっちゃいって言われてますよ、はい、はい、元気よくいきましょう、はい。まあ、キャリアのある女の子のおもてなしを求めてご来店いただける方っていうのはすごく多いと思うんですけれども、はいはい、まあ、青山は、うん、まあ、キャリアを問わずに個人個人のキャラを生かした接客っていうのを心がけています、うん、なるほど、はい、ちょっと初々しい感じでこう接客していただけるというそうですね、はい、あ、うちの女の子がいますので、なんか、あ、そうですか。あ、じゃあこうちょっと後ろ並んでもらいましょう。ご紹介いただければありがたいかな、はい、どうぞ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 。何写真撮ってんの。並ぶ並ぶ写真、とりあえず写真撮りますか。とりあえず撮りますか、はい、Facebook にアップするみたいです。はい、生放送中なんですけど、お願いします。これいいんですか、はい、はい、じゃあね、もう写真撮ったから、はい、後ろ並んでくださいどう、ほふく前進しないように。ペナルティペナルティ来ないんですかね。お願いします。はい、後ろ並んでてくださいね。はい、はい、はい、それでは料金システムを教えてください。はい、ですね、料金システムの方はセット料金がお一人様5000円で、焼酎のキープ4000円から、はい、ウイスキーブランデーが1万円からとなっております。はい、チャージが5000円、そうですね、セット料金というんですかね、はい、そうです、セット料金が5000円、はいはい、5000円です、はい、で、焼酎が4000円から、はい、ウイスキーブランデーが1万円からというわけで、焼酎を飲む方は、まあ、9000円あれば、そうですね、女の子のドリンクが含まれるとちょっと若干なの、うん、ありますけれど、ですよね、まあまあ、はい、そうプラスアルファ で、はいはい、で和の雰囲気のお店でしっぽりと、はい、飲めると、はい、いうことですね。ところでフードとかはありますか。そうですね、うん、特にがっつりといったこう食事っていうのはないんですけれども、はい、まあ、TPO でご要望に応じて、まあ、チーズの盛り合わせとかそういう、まあ、簡単なものでしたらご用意は可能です。なるほど、はい、がっつり食べられるお料理もないんですけども、こう、酒のあてみたいなのは大丈夫ということで、はいはい、もしお腹空いてる方は、はい、どっかで食べてきて、そうですね、それからバーあーラウンジ青山で、はい、お酒を楽しんでいただければという感じですね。はい、では営業時間を教えてください。8時から1時という8時、はい、8時から、午後8時から翌朝1時まで。そうですね、はい、うん、この、時間っていうのは大体ラウンジとしては、オーソドックスな時間なんですか。そうですね、はい、はい、まあ、若干7時から開けてるお店もありますけれども、はい、それはまあすごくまれな感じで、はい、大体は8時から1時までだと思います。なるほど、はい、はい、じゃあお休みを教えてください。お休みは、お盆を除く日曜、祝日、祭日となってます。はい、年末とかはどうするんですか。そうですね、年末31日、大晦日、お正月、まあ基本的には開けお休みませんよねお休みですよね、はい、はい、はい、で日祝がお休みということで。そうですね、はい、ラウンジ青山オープンしてどのぐらいになるんですか。まだ 1年と4ヶ月ぐらいになるんですけど、はい、まだそんなに日が経ってない、はい、そうですね、まだまだ、はい、どんなお客さんが多いですか。だいたい 40、50 代のお客様を、まあ、メインというかターゲットというか、はいはい、来てくださっている方は、はい、はい、ちょっと年配の方が多い感じですか。そうですね、はい、やっぱ雰囲気、ね、やっぱちょっと年を召された方というか、うん、年配の方は落ち着かれる感じですね。はい、それではですね、この青町 TV を見たというお客様に素敵なクーポンをプレゼントしていただきたいんですが、はい、これはちょっと楽しいかもしれませんね。あ、ちょっと待ってください今カンペが来ました。何ですかそれ。同伴ありですかもちろんこれは誰からの質問ですか。だいぶネットね、
ツイッターで来た質問ですか。ありがとうございます。ありです、はい、ありです。あ、ママと同伴もありですね。はい、もちろん、はい。クーポンですよ、クーポン、はい、そんな、そんな同伴を希望される方にも素敵なクーポンを、はい、はい。アワーズ TV を見たと言って、はい、来てくださる方のみ、はい、のみのみ限定で、はい、通常、まあ、セット料金5000円のところを、はい、2000円オフの3000円とさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、アワマチ TV を見たと言って、はい、お店に来た方には、はい、通常5000円のセット料金が、3000円になっちゃうという。そうです、はい、これは、いつまで、9月いっぱいですね。9月いっぱい、はい、9月いっぱい有効ですので、はい、皆さん、はい、足をお運びください。よろしくお願いいたします。さあ、ここからはですね、このママのプライベートなことをいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、年齢はおいつですか。25歳になりました。あ、はい、これはね、本当にいい意味なん、いい意味ですけども、もう少し上かと思ってました。よく結構こう落ち着いてらっしゃるんで、はい、でも皆さんも気づいてるかどうか分かりませんが、誰か似てるって言われませんか。よくね、はい、最近は言われますね。誰って言われますか。なんかローラとか言う人。ローラ似てますね。ローラといえば、してやってくれんの。オッケー。もうすごい気まずい雰囲気。あ、そうですか。じゃあそれ一番最後に置いておきましょう。そうですね、置いておきましょうか。はい、はい、彼氏はいらっしゃいますか。お時間のある方はさらいに来てください。触りに、はい、触りに、はい、まあ、そこからですけどね。そこからスタートですよね、はい、まずはね、ラウンジャー小山行って、そうですね、ママと付き合う自信のある男性はどんどん触ってくれと、はい、いうか、こんなこと言って大丈夫なの？わかんないです。とりあえず。じゃあ例えば、彼氏ができました。はい、で、どんなデートが理想ですか？理想のデートは、はい、とりあえずは電波のない無人島に行ってみたいですね。っていうのはですね。無人島。はい。最近の無人島って電波があるんですよ。あ、そうですね、うん、今もう、世界中どこでも電波届きますから、うん、でもないところもあるので、とりあえずはもう日照から離れて、うん、と電波のない場所で過ごしたいかなと。無人島で、で、料理とかはどうするんですか。お料理とか、料理ですか。食べ物とかは、食べ物は無人島だから誰もいませんよ。まあ、そこまで、まあ、考えてなかったんですけど、まあ、本当にデリバリーでね。そうです、どっかね。なんでですか。電波は届かないけど。はい、ところで、ご趣味は。趣味はちょっとまあ若いのにって思われるかもしれませんけど、基本的には神社仏閣巡りがすごく好きですね。はい、さっきね、僕はちょっとその見た目よりもちょっとね、見た目というか年齢よりもちょっと、はい、落ち着いてらっしゃるって、うん、言わせてもらったんですけども、うん、やはりこういう趣味がね、寺社仏閣巡りということで。そうですね、はい、最近どこか行きましたか、はい、最近ですか、はい、やっぱり一番良かったのは総峰山の高野山。高野山、高野山、高野山良かった、はい、やっぱパワースポットですね。それは、うん、そうですね、パワースポットですね。パワーをいただけるというか、はい、エネルギーがね、うんうん、なんかこう、そのパワースポット行くとこう、うん、自分のなんかこう変わったりする感じはします。まあ、変わりますよね、うん、やっぱりこう自分に合うところに行くと、うん、やっぱりこう身を清められたというか、はい、うん、なるほど、進化した自分に出会えるかなみたいな部分もあります。あ、まあ、ぜひね、皆さんも高野さん、はい、ね、心の汚れてる方は行けば綺麗になるかも。汚れではないと思いますけどね。、うん、あとですね、休みの日とかは、あ、じゃあ特技さっき言いました。特技は何やる。最近すごくホットヨガにハマってまして、はい、毎日行ってます。ホットヨガ、うん、あ、最近よく聞きますね、ホットヨガ。そうですね、まあ、岩盤浴の上でヨガをするだけなんですけれども、うん、ああ、やっぱり私はなんて毎日こうアルコールを摂取するので、ホットなヨガでアルコールを抜いて、そうですね、新陳代謝を良くして、まあ、老廃物を、まあ、出し切るみたいな、はい、で、また、夜の仕事に向かうという。そうですね、はい、なるほど、うん、
では休みの日は何をされてますか。休みの日は、はい、とりあえず動かなくなってしまうとちょっとこう止まっちゃうので、うんうんうん、常にこう動いて、はい、人だったり物だったり出来事だったりとかにこう新しい出会いを求めて、はい、まあ、動いてはいます、うん、あ、なるほど、はい、最近出会った人とか物とかなんかこれいい出会いだったなっていうのはありますか。そうですね、基本的にこう、まあ、セミナーとか本とかにこう出会うことは多いんですけど、それだけじゃなくてこう、まあ、動物園行ったり水族館行ったりとかっていうのすごく、うん、まあ、好きなんですけどね、はい、まあまあ、枠をくぐらず、まあ、幅広く、まあ、チャレンジする精神で、うんうん、まあ、出会えるものはすべてこうありがたく受け入れてですよね、うん、取り組んでいくっていう、出会いってね、確かに、はい、おっしゃる通り人だけじゃなくて、はい、やっぱ物とかね、うん、その本とか、うん、もう本当にこう、一生使えるようなものっていうのも出会いですもんね、うん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 、なるほど、はい、じゃああと、タラレバの話ですけども、はい、もし1億円が当たったら何に使いますか、はい、これはでも間違いなく3分の1は恵まれない子供のために、はい、3分の1は恵まれない人に寄付、はいはい、寄付、はい、で3分の1は自分の両親のために、ご両親に、はい、親孝行だね、はい、残りの1割は自分の将来への美の投資のために、はい、使います。なるほど、やっぱあれですよね、若いうちからケアしていくっていうのはやっぱり大切だと、すごく大切なことだと思います。偉いね、うん、偉いね、偉いね、当然です、当然ですね、はいはい、10年後20年後すごい楽しみにしています、はい、お願いしますはい、それではですね、最後に、はい、青町 TV をご覧に、なっていらっしゃる、視聴者の皆様に、メッセージをママからどうぞ。はい、まあ、ラウンジ青山に、まあ、来てよかったなと、青山に行きたいなと思うような女の子、まあ、個人個人が接客を心がけていますので、うん、まあ、まだ始まって、まあ、1年そこそこですけれども、はい、末永く、はい、青山をよろしくお願いいたします。なるほど、ありがとうございます。青山行ってよかったなっていうね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラウンジ青山の青山美希さんでした。さあです、はい、まあ、ナイトバタフライね、はい、まあ、2つ目のコーナーでございました、はい、なんかね、あれなんですよ、ソーシャルストリームの方で意外といろんな質問が入ってたんですよ、うん、おお、じゃあこれラスト僕から、はい、男性を追いかける方が好きですか、追われるのが好きですかっていう質問がありました。追いかける方が好きですか、追われる方が好きですかってですね。じゃあ行きましょう、どうぞ。追いかける方が好きですね。え、追いかけるのが好き、はい、はい、追いかけるのが好き、いただきましたはいということで、アワナイトバタリーフライ、はい、担当キャスターはゴー徳次安成ゴーちゃんでした。ありがとうございました。さあ行きましょうか、ゴーちゃん、ね、はい、続いてです。はい、1、2、あ、まだです、すいません、座っていただいてはい、もう全然今ね、はけたか出ちゃいましたさあ行きましょうか、はい、続いてです。続いてのキャスターはこの方です。さあです、ね、3つ目のコーナーでございます。我々はワイプですね、ワイプということで、はい、じゃあですね、このコーナーしんちゃんのアーマチバーです。
しーちゃん、どんなコーナーか教えてください。はい、アオンチ TV ボリューム3ということでこのコーナー担当させていただきます。特派員の徳永真嗣です。どうぞよろしく。ありがとうございます。はい、このコーナーでは繁華街で腕を振る、実力の名物、実力のある名物バーテンダーを次から次に、ここにお招きして、ここでカクテルを作っていただくというコーナーです。なるほどね。はい、前回はね、前回は世界チャンピオンの村上さんがおいでになりまして、はい、前々回もすごい方がおいでになってね。そうですね。今日も非常に楽しみでございます。はい、どうもね、楽しみにね、していてください。楽しみの方ですか。はい、楽しみにしています。なるほどね。はい、ありがとうございます。じゃあしんちゃんいきましょう。しんちゃん、振り込みお願いしますね。はい、ですね、じゃあ、今回の、バーテンダーは映像出ますか。バーみち中地かな子さんです。どうぞ。さあ、しんちゃん来ていただきました。じゃあしんちゃん、はい、今回のバーテンダーの、ね、女性の方ご紹介ください。はい、バーみち、オーナーバーテンダー中地かな子さんです。はい、中地かな子さんです。皆さんリアクション。はい、です彼女も、彼女も、徳島のコンクールの常連さんで、いつもすごく良いカクテルを作るんです。なるほど。はい、これで今日はこの会場でカクテルを作るので、うん、皆さん楽しみにしていてください。なるほどね。はい、今からですね、カクテルをね、作っていただきますから、はい、これもですね、皆さん要チェックでね、お願いしようと思います。はい、じゃあ簡単に、自己紹介をお願いします。はい、どうぞ。バーみちの中地かな子です。よろしくお願いします。はい、皆さん拍手お願いします。はい、はい、じゃあ早速ですか。早速行きましょうか。早速行きましょうか。はい、ではですね、今からここでカクテルを作ります。コンクールのような方式で作りますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、では、中地かな子さん、お願いします。どうぞ。はい、カクテルを作るときはこういう風にですね、ショートカクテル、まあ、グラスをチルドします。これは必ず、最近僕もですけども、だいたい 0.5 度とか1度で、皆さん舌の中は敏感なんで、美味しく感じる秘訣ですね。まずグラスが冷たいですね。はい、このシェーカーね、シェーカーに徳島のすだちリキュール、スーパーすだち酒日清酒類さん株式会社、日清酒類さん、はい、はい、これで、梅酒ですね。梅酒は泡黒糖梅酒、斉藤酒造さん、これも徳島のメーカーですね。はい、これでここでちょっと珍しいんですけど、この山桃フルーツソース、シロップですね。泡山桃フルーツソースですね。でこれもちょっと斬新でですね、これ彩り番茶、番茶ですね、番茶を使うカクテル。はい、上勝町の彩り番茶です。で、すっきりとここでオレンジジュースですね。はい、タイプはショートカクテルということで、はい、この何気に使っているメジャーカップも、慣れなかったらこういう風に上手に使うことはできません。はい、ここで先ほどチルドしたカクテルグラスの氷を切って、
水を切って、そこにカクテルを調合したシェーカーに氷を入れます。今の対角線上に河野さんがいたんでびっくりしましたはい、じゃあシェイキングです。拍手、イエーイ。はい、グッドシェイキング。はい、タイプはショートカクテル、手法はシェイキングですね。これ、カクテルグラス3オンスカクテルグラスに、デコレーションオレンジピール、ライムピール、レモンピール、マラスキーノチェリー。これもね、大会の時この手が震えるんですよ。これね、が一番ポトッと落ちないように。でも素晴らしいですね、このデコレーションも。はい、とっても色の綺麗なカクテルです。はい、では出来上がりました。さあです、ね、本当素晴らしいカクテルが出来上がりました。皆さんに対して大きな拍手をお送りください、はい、じゃあ、はい、ラッチ、あ、ラッチカメラ寄せるんだって、カクテルに。はい、忘れてるね。はい、じゃあカメラさん寄ってください。はい、お願いします。はい、このカクテル、はい、こんなカクテルです。このカクテル、カクテル名彩りです。ちょっとラッチずれてるね。はい、そんな感じですね。ね、すごくちょっと今ハレーションみたいな感じで色がちゃんと出て分かりにくいですけど、すごい色が綺麗です、うん、なるほど。はい、じゃあ、ラッチまたカメラ戻してください。はい、はい、ではね、いいですね、バッチリです。さあ、このカクテルで、ね、しんちゃん、はい、なんか飲んでいただける方が2名、2名ですね、2名の方。じゃあ このカクテル彩りを飲みたい、味わいたいなと思う人は、はい、はい、はい、手上がりました。上がった方、じゃあ前まで来てください。はい、じゃあ中地さんに選んでいただきましょう。あの人、あの人ですか。はい、2人の方、はい、できるだけ前に来てください。はい、はい、の、味わってみたいと思うと、はい、ごめんちゃダメだって。はい、2人です。じゃあ前の、できるだけね、お客さんの方来てください、前まで。ではどうぞ、ちょっと後ろの、もう1名の方、もう1名お願いします。あの中地さんね、目が見えなかったんで、さっきあの人で、あの米田剛です、あれ。はい、もう一名、もう一名、誰でもいいですよ。もう一名、誰か、はい、飲みたい。すいません、もう現在これ生放送なんでね、早く来ていただきたい。あ、はい、じゃあ誰でも、あ、誰でもいいですよ。女性、ほら、はい、女性がいいですね。はい、はい、来ていただきました。はい、あ、ちょっとごめんなさい。はい、じゃあいいですか、そちら入ってください。あ、どうぞ。あ、すっごいこのカクテルグラスも綺麗ですね。じゃあこれをですね、2人にこれ飲んでもらって、いい、感想をね、一言ずついただこうかと思います。お願いします。これ実はですね、今これ飲んでる2人ね、先週放送しました、うん、アーマシ TV ヤングオーのキャスターとアシスタントですから。あ、そうですね。はい、多分ね、はい、すごくいいコメントしてくれると思います。期待して、僕はものすごく期待してますから、はい、じゃあお二人飲んでください。はい、カクテル名彩りです。おお、なかなかいい飲みっぷりです。ありがとうございます。どうでしたか、お味の方は。あ、いいですか。あ、はい、思ったよりなんかちょっと濃いのかなと思ったんですけど、思ったよりあっさりしてて、すごい飲みやすい感じです。すだちが効いてて、はい、とても美味しいです。なるほどね、いいコメントですね。いいコメント、はい、うまいね。ありがとうございます。じゃあ続いてマリーナ。そうです、個人的にすごく梅酒が好きなので、うん、そのすだちの
味もするんですけれども、梅酒もすごく引き立ってて飲みやすくて美味しいです。はい、ね、おすごい分かりやすかったね、はい、ね、分かりやすかったグッドなコメントでしたね。ね、本当に分かりやすい、素晴らしい。じゃあお二人お席の方にお戻りください。はい、ですね、このカクテル僕の評価なんですけど、はい、まあ、こうすだちとね、うん、梅と山桃のこの勝浦の三大柑橘を使ってるとこがすごいな、はいね、これで山桃のフルーツシロップで味付けをきちんとして、はい、こう番茶で締めるという。なるほどね、これ斬新なんですけど、はい、味番茶ですっきりと味がまとまってる、うん、これがすごいな、はい、ありがとうございます。はい、僕の評価で。なるほどね、はいはい、じゃあしんちゃん、はい、どうするんですか、 お店ご紹介するんですよね。はい、の前にですね、今度は9月30日に、はい、そごうのアミコビル2階ペデストリアンデッキ、ほう、はい、ここで9月30日に、うん、バーテンダー協会が主催でパーティーします、はい、その時も徳島代表のバーテンダーで出演出てカクテル作るんで、皆さんね、ぜひここにも行ってもらって、はい、もう一度9月30日、9月30日です。ぜひね、はい、皆さんね、行ってあげてください。僕らも行きましょうね。はい、ぜひ、はい、アミコビル、はい、アミコ、アミコの2階 の2階でペデストリアンデッキ、はい、どこか分かんないけど、まあ、時計台の前ですね。調べると分かるよね、はい、はいはい、そちらの方で何時からですか。何時からですか。2時から7時までです。2時、はい、お昼の、お昼の2時から。あ、お昼の2時から、なるほど、ね、これチケットとかあるんですか。え、チケットとかありますか。チケットは、はい、あります。チケットは今日販売いたします。あ、いたしております、はい、じゃあ皆さんね、はい、そちらの方また問い合わせでして買ってください、はい、じゃあそれとしんちゃんちゃんとこう、はい、バーテンダー様のオーナーバーテンダーですから、そうですね、場所をですね、お店の場所を、では本人さんにお願いいたし、はい、してもらい紹介してください。お願いします。アクティから一本西に入っていただいて、路地のちょうど真ん中ぐらいですの2階にバーミチというお店をやってます。うん、細い通りですね。あ、わかった。アクティ21からずっと南の方に歩いてって、はい、右側のでしたっけ今。そう、一本細い道。細い道。いらっしゃいマンションストリート。あ、あっちか。あ、じゃあメイン通りから一つ備山寄りの細い通りね。はい、そうです。そこを入って。で行って、大和ビル。はい。何メーターぐらい入りますか。アクティから30メーターぐらい。ですね、なるほどね、はい、はい、じゃあそちらの方に、じゃあもし分かんない場合は先ほど電話番号出てましたっけ。はい、はい、こうテロップがないですね。じゃあ分かんない場合は電話番号、すみません、電話番号ってありますか。お願いします。お店の電話番号って分かります。はい、088-655-0327です。はい、はい、そちらまでね、皆さんお問い合わせください。はい、お願いします。じゃあこれで大丈夫ですか。はい、ありがとうございます、はい、ではということでね、しっちゃんとアーマチバー担当キャスターは徳永真嗣でした。どうもありがとうございます。中地かな子さんでした。さあ、ね、もうこんな感じですが、じゃあここで提供スポンサーですね。さあ行きましょうか。アーマチ TV 提供スポンサーはこちらです。あわまち TV 提供は、ジャパニーズレストランあわ恋しぐれ、イタリア料理カプリチョーザ、ヌーベルプラスココ、スミヤ
以上4社でお届けしています。さあですね、はい、はい、1つ目、2つ目、3つ目終わりました。はい、早いですね。じゃあいつものやつ、はい、お願いします。はい、アーマチ TV では提供スポンサー様を募集させていただいております。興味のある方はこちらまでお願いいたします。はい、アーマチ TV @gmail.com こちらまでね、皆さんメールいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあです、続いてですが、続いてはですね、はい、キャスター陣ではございません。我々2人でね、はい、ナビゲートしなくてはいけません。はい、じゃあ行きましょうか。 OK ですか。続いてのコーナーはこちらのコーナーです。さあ来ましたね、はい、世界に誇る徳島人というコーナーです。はい、今日のゲストはですね、先ほどね画像出てました、どこまで飛ぶのか分かんないというこの人です。そうです。なんて紹介したいんだろう、ね、アグレッシブインラインスケータープロインラインスケーター、どっち？元プロです。まあ元プロだけどね、ずっとプロだね。初めて聞きました。はい、ああそれ知りたいでしょ。はい、じゃあ紹介しましょう。はい、アグレッシブインラインスケーター佐藤隆さんです。皆さんお気楽しょう。よろしくお願いします。さあですね、リオちゃん、これ、はい、初めて見ますよね。初めて見ました。今言いましたインラインスケートというね、うん、スポーツなんですが、なんか小さい頃にもっと小さいサイズを見たことはあるんですけど、はい、じゃあすごくでかいですね。さっちん、これじゃあ解説してください。はい、はい、これがインラインスケート、ローラースケートと違って車輪が縦一列に並んでいます。はい、で僕がやっている競技は、車輪が4つもしくは2つのスケートを使っています。うんうん、そうだね。はい、だからあれですよ、ローラースケートのタイヤが縦に4つ並んでるんです。そうですね、すごく変わってますね。でアイススケートのような感じにもね、みたいな感じですよね。そうですね、縦1本ですからね。縦1本、はい。それでさっきのこう画像があった、さっきの画像出してもらっていいですか。はい、お願いします。こんな感じですごいですね、空飛んでるんですよ。本当に飛んでるみたいですね。はい、気持ちいいです。じゃあちょっとすいません、彼の今までのね、うん、リザルト出してもらっていいですか。はい、こんな感じで、これね俺ほんとちゃんと読みたいんですけど控えなくて忘れてました。でも一番上になってるやつ、1999年 ASA プロツアーケンタッキー、皆さんアクティブ系っていうかな、いろんなこうアクション系スポーツだと一度は聞いたことがあるという X ゲームというね、X ゲームトライアル、はい、トライアル、はい、そこで優勝しているということは、彼はインラインスケートの世界チャンピオンです。すごい、ありがとうございます。すごいね、だからあともですね、いろんなツアーを回っててという形になってて、はい、1996年だとジャパンツアーのファイナルとかだ、まあそこで日本一になってるんですね。はい、そうですね。で日本一になって、その後なんかアメリカへのツアーに回ったという。はい、まず日本で日本一になったら、はい、海外のアマチュアの世界選手権に出ることができて、うん、はい、なるほど、はい、そして、アマチュアの世界選手権で表彰台に乗ることができれば、うん、次の年のプロツアーに参加できる、はい、なるほど、ちょっと狭き門になっています。なるほど、だからアメリカでやってるプロツアーに日本人として、うん、まあ今一人で、まあ向こうのアメリカの、はい、まあ、アメリカのツアーを回ってたんですよ。すごい、まあ、チームマネージャーが連れて行ってくれるんですけどね、はい、ね、はい、まあでも基本的に戦ってるのは一人ですからね、まあそういったこのスポーツ、ね、はい、どんな風に滑ってるのか見たくないですか。見てみたいです。
ぜひ。実はですね、今回ですね、僕も見たいです。はい、佐藤さんが、取材を受けた阿南ケーブルテレビ、はいね、そちらの方がですね、佐藤さんを取材したんですよ、はい、その時の映像をですね、一部、はい、使ってもいいっていうことでご許可をいただきまして、ね、ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。それではアーマチ TV でその VTR をね、まあ一部ですけど流すことができるんですよ、はい、見てみたい。そういうところで、じゃあ早速ですね、その VTR を見ていただきましょうか。じゃあ会場のですね、皆さんもあれなんですよね、こちらのモニターで見えますから、皆さんこれなかなか見られないです。要チェックでお願いしましょう。じゃあ VTR の振りお願いします。では VTR スタート。さあです、ね、今画像を皆さんに、画像じゃないわ、映像だ、映像を皆さんに見てもらってるとこですが、はい、ここで若干ですね、佐藤さんじゃない人も映ってるんですよね。はい、まあこれ佐藤さんです。白いシャツに黒いズボンが僕です。はい、白いシャツに黒いズボンが佐藤さんなんで、皆さんこの内容をチェックで見てください。はい、ね、ほんとびっくりすることやりますから、すごい。でその技をですね、世界で初めて彼がやったという、はい、そんな技もこの後出てきますので、はい、その時ちょっと教えてくださいね。はい、わかりました。はい、技の名前がコークスクリューという名前です。なるほど、うん、もうすぐ出てくるんですよね。あ、これが向こうでの今までのリザルトですね。すごい。まあなんて言うんでしょうね、サチン。はい、そこ今あれですよね、撮影してた場所はどこでしたっけ。え、ナルトの内の海公園。あ、こ今のですか。はい、今のはフラットスピンっていう。あ、こんなことをやります。はい、これがコークスクリューです。おー、コークスクリューで、この後出てくるのがですね、こんな感じで向こうでのツアーでのね、写真なんかも出ておりますが、はい、いかがでした、アメリカをツアー回ってて。そうですね、やっぱり日本語が、僕は英語が喋れないんで、ほう、ちょっと言葉に困りました。え、日本語が喋れなくて大丈夫なんですか。はい、周りの外人の方が日本人に伝えるのが上手くなってくると。ほう、だから僕自身はほとんど英語はできません。まあでもね、僕彼をですね、相当昔から知ってます。彼はなんかね、はい、ボディアクションで伝えちゃいますからね。うわぁ、そういうのは非常に得意な人です。そうなんですね。はい、もうだからアメリカに行こうか。だからアメリカだけじゃないですよね。そうですね。どこ行ってたんでしたっけ。アメリカを横断した後は、はい、一度アジアに飛んで、ほう、アジアの後は次はヨーロッパを、はい、ヨーロッパ各地を転々としていきます。そこでツアーで回りながら、あのね、今日ね、お越しになってる、会場にお越しになってる人たちが今モニターに釘付けですから。はい、もうね、下皆さん分かってます、これ下コンクリートですから。はい、ね、ちなみにね、さっきのコークスクリューという縦回転、はい、あれ縦回転ってこう練習するのに異常な勇気がいるじゃないですか。そうですね。あれを最初にやろうと思ったきっかけとか、どうやって練習するとかあるんですか。うん、基本的にはないです。徳島にいたらそんな専用の練習施設とかはないんで、はい、砂場にジャンプ台を向けて飛び込むとか、自分で工夫をして砂場ですか。してました。すごく独自ですね。砂場とかできるんですか。まあでも失敗とかしたりしますよね。はい、失敗もたくさんしました。失敗をしながらあの技を完成させるっていうな。はい、そういうことでしょうな。そうですね。まあ、怖くなかったですか。めっちゃ怖いですよ。でもなんで続けようと思われたんですか。いいね、やっぱり
それだけ好きなんでしょうね。あ、やっぱ好きっていう気持ちがないとできませんね、うん、僕はスケートをやめると息をするなと言ってるのと同じで多分死んじゃいますね。なるほどね、はい、すごい愛してますね。これですよ、すごいね、うん、今の技なんかもすごいです。ありがとうございます。もう実はね、彼を僕相当前から、僕から10年ぐらい前から知ってるから、10年前ぐらいから知ってるんですよね。はい、そうですね。もう初めて見た時はびっくりしました。それはびっくりします、うん、もうね、なんて言うんだろう、多分ね、これ今ね画像ではね伝わんないね。うん、伝わんないですね。あのね、実際に見るともっと高いです、はるかに。はい、今ね会場にお越しになってるね、お客さんにね大体例えると、うん、この天井よりも高いです、飛んでる高さ。そんなに高いんですか。ほんと高いんですよ。すごく怖いです、そんな高かったら。いやー、だから彼がやっぱりそうな、まあ徳島では第一人者としてインラインスケートをね、はい、広めてるっていうね、はい、すごい人です。素晴らしい、まさにですね、まさに世界に誇る徳島人という、はい、もうタイトル通りですね。ね、はい、なんか調子上がってきましたね。本当ですか。全然まだ緊張してます。はい、はい、なんかないですか、まだ佐藤さんに聞きたいことないですか。何でもどうぞ。聞きたいことですか。もうたくさんあります。もう本当に。じゃあ一つだけ、一つだけ、はい、なんだろうな、もう本当にもうすごすぎて、もうじゃあ、その中から一つ選んでくださいね。一つ選んでください。じゃあ、はい、今、考えててくださいね。はい、考えておきます。はい、じゃあ、さっちん、まあさっきね、撮影された場所が、鳴門の内の海っていうね、はい、公園ですが、実はね、毎週日曜日に、スクールやってるんですよね。はい、スクールっていうか、教えてほしいという子供たちには、はい、教えています。なるほど。はい、ということで、じゃあ鳴門の内の海に行けば、はい、佐藤さんの滑りも見られて、はい、なおかつお声かけすると、はい、あれですよね、一緒に、はい、滑ることができるということで。そうですね、あの僕たちインラインスケーターは、はい、あの人のつながりとか、はい、思いやりとかを大切にしていますので、はい、スケートを通じてそういった生きていく上での大切なこととかも伝えていけたらなと思ってます。いいね、はい、いいですね、いいこと言う。今ね、はい、この世界の誇る徳島人の最後を今締めてくれたコメントだったんだけど、本当ですね、まあ、ダメをどうしよう。あのリホちゃんから、じゃあラストに一つ質問いきましょう。はい、質問いいですか。はい、じゃあこれからの抱負をもしよろしければお聞きしたら。今抱負言ったじゃん。違います、ちょっと今抱負言ったじゃないですか。違いますよ、違います。え、何が個人的に聞きたいなみたいな。あ、これからどんな形で、うん、その子供たちと、まあ、もっとなんか違う技をチャレンジしたいとか、はい、あ、そんな佐藤さんありますよ。そうですね、はい、あのそうですね、子供たちに、教えられる技っていうのが、うん、できるだけ幅が広がるように、はい、今でもあのプロツアーに行ってた時ぐらい練習してます。へえ、はい、そうなんだ、分かった。はい、分かります。ナルトの内の海公園って分かります。はい、ナルトの内の海公園って分かります。分かんないんです、まだ。ぜひ日曜日にね、はい、後であの会場の皆さんに聞いて、はい、ぜひ行って。はい、分かりました、ぜひ。佐藤さんと遊びに来てください。はい、はい、ぜひ行かせていただきます。まあ、君が体験してくるってことでいいんじゃないね。できますかね。できますかねって、さっちできますかね。大丈夫です、優しく。もう恐怖で絶対できないと思うんですけど、手取り足取りで。ああ、じゃあもうぜひですね、はい、ぜひご指導よろしくお願いします。はい、ということでね、世界に誇る徳島人、はい、ゲストお名前覚えてます。ちょ、待ってくださいよ、分かんないです。はい、世界に誇る徳島人ゲストはプロインラインスケーターで世界チャンピオン佐藤隆さんでした。皆さん、ご拍手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。結構昔から知ってるとね、
インタビューとかすごい恥ずかしいんですよそうですね、知り合いだと。じゃあ本当はね、リハーサルとかって言われたんですけど、リハーサルとかやるとね、照れるじゃないですか。そうですね、はい、もうぶっちゃけ本番でない、はい、じゃあそんなところで、じゃあ続いてのコーナー行きましょうか。続いてのコーナーは皆さんお待ちかねのコーナーです。担当キャスターはね、コメ、はい、ちゃんですから、一緒にシャッチ、はい、これってやってくれます。あ、はい、わかりました、はい、続いてのコーナーはこちらです。さあ来ましたね、コメちゃん、もう待ってるって、はい、さあ来ましたよ、はいはい、いよいよです。これもうね、我がアーマチ TV では超注目コーナーでございます、はい、じゃあこのコーナーのタイトルコールお願いします。徳島のあの風俗紹介をさせてもらうピンクピースコーナーですね、はいはい、そのピンクピースのタイトルコールあるじゃないですか。タイトルコールいきましょう。ピンクピースコーナーです。すごい、はい、ありがとうございます。もうこれがですね、皆さんありがとうございます。非常に定着してますからな。さあ、もう本当にですね、前回はなし、聞いてる？はい、聞いてます。前回はね、前回はあの、はい、急遽ね、11時から予約が入ってるとい う、はい、あのお忙しいなのにすごく綺麗な阿波姫様を。そうですね、はい、楽しかったね。前回楽しかったっす。はい、まあヒヤヒヤしましたけどね。予約がね、あ、予約すごかったんですか。あ、予約はね、11時から、はい、なのにギリギリで、はい、お店まで5分しかないんで、5分で戻りたいんでっていう中をね、今日の女の子もあの予約でもいっぱいなんですか。いっぱいでちょっと時間上がりました、はい、じゃあですね、送らせてもらいました。早速紹介してください、はい、紹介振り込みお願いします。デリバリーヘルス、ピンク、店名がピンクって言うんですけど、はい、あ、こんな感じですね、はい、はい、すいません、ここで、はい、ピンクピースの画像をもう一度出してもらって、さあです、カメちゃん、はい、もう大体ね、俺知ってますけど、はい、リハーサルにね、来る時間が遅いんですよ。そうですね、ね、もう30分早いとリハーサルできる。リハ不足ですね、これ、はい、だから俺はもうリハできないって言うんですけど、はい、じゃあです、来ていただきました。この今日はいつものお面じゃなくサングラスで、僕めちゃめちゃ見えますけど。そうですか。じゃあご紹介ください。デリバリーヘルス、ピンク、はい、風花ちゃん19歳。風花ちゃん、風花ちゃんです。風花ちゃん19歳です。はい、はい、19歳。じゃあ俺やりましょうか。はい、いつも通り。これ、あ、これ上から。じゃあ行きましょう。風花ちゃん19歳、バスト86、ウエスト57、ヒップ85、いただきました。で、しかもね、コメちゃん、はい、人気ナンバーワンなんでしょ。そうですね、8月ナンバーワン。ナンバーワン、はい、すごい、ナンバーワン姫。ナンバーワン姫、彼女に皆さん立ってもらいたいですよね。じゃあすいません、立ってもらっていいですか。はい、彼女こんな感じです。すごいスタイルいいっすね。あ、じゃあせっかくなんで後ろも、すいません、いいですか、後ろも向いてもらっていいですか。こんな感じです。3ヶ月連続ナンバーワンらしい。3ヶ月連続ナンバーワン、はい、在籍も30人40人ぐらいの中のナンバーワン。すごい。もう予約でどうぞ。毎日、はい、給料もなんと、言っていいの、言っていいの、ダメだよね。ダメですね、はい、ダメだった。はい、すいません。はい、まあでもですね、ピンクという
あれだね、呼べるアイドルだよね。そうですね、呼べるアイドルのお店ですよね。はい、会いに行くじゃなくて呼べるアイドルね、はい、のお店のナンバーワンで、はい、すごい月収の方ですよね。そうです、はい、じゃあ今からですね、会場におるいてるますお客様にですね、質問を投げかけるんですけど、違う、質問をもらうんです、はい、それに答えてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。皆さん今からですね、質問コーナーです。質問とある方、はい、じゃあ大きな声で、はい、青函台はどこですか、いただきました。はい、青函台はどこですか、答えてもらっていいですか。ちょっと恥ずかしいんでちょっと言えません。恥ずかしいんで言えませんって、見えないんだって。すいません、 いいですか。はい、後ろの方、はい、ちょっとロープ、はい、ロープ、はい、恥ずかしくて言えないですか。マイク使ってもらっていいですか。はい、恥ずかしいですか。はい、もう切ってちょっと探してください。あ、いいこと言うな。さすが、だからナンバーワンなんだって。さすがナンバーワンですね。それを探してください。知りたかったら予約いただいて、ぜひご予約いただいてぜひ来てください。いいですか。はい、わかりました。じゃあ続いての質問お願いします。わかりました、どうぞ。はい、得意技出ました。得意技は何ですか。得意技、得意なんはちょっとないですけど、はい、とりあえず何でもチャレンジしてみようと思います。何でもチャレンジ、言われたことはとりあえずやってみます。例えばどんなこと言いますか。すごく簡単だよな。パッて叩いてほしいんだって。希望なら、希望があればやるよね。はい、はい、そういうのも可能です。ぜひね、お店に行けば、ね、それを体感することができます。さあ続いての質問ないですか。はい、どうぞ。はい、出ました。これ最近定番だね。それ恒例やん。はい、3回連続やん。聞きましょう。仕事中に行ったことはありますかっていう質問なんですけど、はい、ちょっと ノーコメントで。ノーコメントだった。じゃあ それだけ答えてくださいよ。仕事中に行ったことはありますか。あります。あ、すいません、聞こえないって。あります。はい、あります。いただきました。じゃあ続いてはコメちゃん、これラストにしようか、はい、ラスト質問でいい。ラストの、はい、ラスト、ラストの質問ある方。はい、ラストの質問、じゃあ、はい、じゃあ後ろの、じゃあ行きましょう。じゃあマイク使ってください。覆面レスラーに、はい、今日の下着はどんな下着をつけてますか。はい、今日の下着はどんな下着つけてますかっていう。今日の下着、あ、ちょっと見せてくれるんですか。あの、見せ来たね、胸見せ OK らしいなんで、はい、これはいいんですか。あ、微妙な顔しました。下着もダメなんですか。あ、微妙っすね。はい、じゃあ、あの、コメちゃんが見て、はい、報告してください。はい、わかりました。画面上はダメなんで、コメちゃんがチェックして、コメちゃんチェックで。ありがとうございます。はい、じゃあコメちゃん報告。ピンク色のブラジャーでした。おー、はい、まあ、Cカップぐらいかなっていう感じで。そうだ、Cカップって書いてある。乳首の色もピンクピースな感じでしたね。マジで、お店もピンクな感じなんで。なるほどね。なるほど、いいね、うまいね。ピンク、なんでピンク尽くしやったっすね。はい、じゃあこれラスト質問だったんで、はい、こんな感じで締めちゃっていいですか。はい、まあ、もじゃあもう一度お店をね、はい、お店のロゴとかありましたよね。はい、出ました、こちらです。デリバリーヘルスピンクです。電話番号が0886528813、はい、6528813ね、こちらの方にですね、お名前はふうかちゃんです。ふうかちゃん、あ、割引もいただいてます。あ、え、割引あるの。
風花ちゃんじゃなくてもこう ピンク、はい、ピンクさんで。あ、ピンクさん、デリバリーヘルスピンクさんからどんな割引を、アーマチ TV 見たで、はい、3000オフです。お、9月いっぱい。アーマチ TV を見たで料金から3000円オフいただきました。オフいただいてます。3000オフですね。はい、すごい。でもこれ風花ちゃんとか予約絶対できないんじゃないですかね。え、大丈夫なんですか。じゃあもうぜひ風花で予約もらいましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ、最後にじゃあアピールしてください。ぜひ私よっていうやつで。はい、みんな聞いて、どうぞ。アピール、ぜひ予約してくださいとか言って大丈夫です。呼んでくれたらこの時間はもう風花のことを彼女と思っていっぱい遊んでください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、こんちゃん、ピンクピース、ありがとうございます。風花ちゃんでございました。今一度大きな拍手。さあ、ピンクピース非常にいつも盛り上がりますが、じゃあコメちゃん行きましょうか。いつもの、はい、皆さんも一緒にお願いします。一緒によろしくお願いします。どうやるんだっけ。一緒にやってくださいね。ピンクピースこうです。みんなピンクピースですね。じゃあコメちゃんせーのでもなんでもいいですよ、はい、せーの、ピンクピース。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ピンクピース担当キャスターのコメちゃんでした。今一度大きな拍手。ありがとうございます。さあ、いよいよこれラストかな。ラストラストです。続いての担当キャスターはこの方です。さあです、いよいよ、はい、ラストのコーナーでございます。来ましたね、やっとラストが。さあ、このコーナーどんなコーナーですか。はい、はい、こちらのコーナーはもう徳島のイベント情報負け負けいっぱいにね、お届けするコーナーでございます。担当私 OK ベイビーひろしです。よろしくお願いします。はい、岡田ひろしです。皆さんよろしくお願いします。さあ、はい、ひろしね、いよいよラストのコーナーでございます。はい、そうですね。じゃあ今日もたくさんあるんだよね。いっぱいありますよ今日も。もうすごいって聞きましたよ数。はい、じゃあ行っちゃいますか。行きましょうか。はい、では最初のイベントはこちらです。はい、この度ワールドエキゾチ、はい、はい、では、今日ですね、まずワールドエキゾチカ、魅惑のラテンミュージックから実行委員会の中村美也子さんと元リヌさんに来ていただきました。拍手お願いします。先月も来ていただいてね、はい、PR していただいた、はい、もう慣れてますね。はい、はい、1分間の PR タイムということになってますので、わかりました。がっつりスタートって言ったらもう始まっちゃいますので、はい、はい、了解です。ぜひ、魅力たっぷりにお届けしてください。はい、では行きますよ。はい、OK ベイビー。OK ベイビー。OK ベイビー。ではスタート。はい、ワールドエキゾチカがこの最後の夏にご紹介するイベントはフィガロ秋田町キリンシーグラムの4階で行われる魅惑のラテンミュージックとなっております。はいはい、でドキュメンタリー映画のブエナビスタソシアルクラブで世界的に大ヒットとなった、ごめんなさい、サルサミュージックの源流となるソンですね、うん、ダンスミュージックのソン、うん、こちらの方を、元オルケスタデラルスの鈴木明宏さん、
あの有名なパーカッショニストですね、うん、があの率いる孫志郎がお送りいたしますので、うん、ぜひ皆様ご来場ください。はい、はい、あと地元のミュージシャンであのバンダジミュン、あとムーンドッグエレガンテ、はい、こちらの有名な大将さんという伊達ミュン大将さん、はい、ワイルドボーイですね。そうですね、はい、永遠の不良大将もうライブ突なんですけれども、ね、はい、この方も、はい、やっていただくので、はい、ぜひぜひ皆様ご来場ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、今日は他にも何か言いたいことがある。ですね、はい、まあ、チケットのことはお問い合わせは、はい、クレメントブラザー、はい、駅前、はい、クレメントブラザービル1階のシンデレラ12まで、はい、シンデレラ出ますか、はい、連絡先、お問い合わせいただけたら、はい、何でもお答えしますので、はい、それとですね、こちら の, イベントの、本ちゃんと言いますか、本ちゃん、はい、11グランプリみたいな、そうです、ね、これ予選みたいな感じですか、はい、これまあ、これもまあマジなんですけども、はい、さらにバージョンアップ、ね、バージョンアップといいますか、うん、11月11日に、ですね、ワールドエキゾチカ、はい、5周年記念、はい、ちょっとスペシャルなイベントを控えております。ほう、でそちら の, イベントのチケットも、うん、プラスで購入していただけることもできるんですよ。あ、なるほどね。ちょっとした割引もあります。お得だということですね、はいはい、そちらの方も、シンデレラ12の方まで問い合わせていただければ、はい、お答えいたしますので、はい、よろしくお願いします。そこには宮子さんがおるんですね。はい、おります。おりますね、はい、宮子と言っていただければ、はい、大丈夫です。わかりました、はい、ということはおそらく来月も来そうですね、告知に。はい、はい、盛りだくさんで行かせていただきたいと思って、はい、了解しました。はい、ありがとうございます。魅惑のラテンミュージックワールドエキゾチカのポーズ、ポーズ、はい、ワールドエキゾチカのポーズがありまして、ワールドエキゾチカというこのポーズ、皆さんご一緒にお願いします。せーの、ワールドエキゾチカ、エキゾチカ。ありがとうございました。はい、では続いてのイベントを振りますんで一緒に、はい、続いてのイベントはこちらです。OK、入れ替えになります。はい、はい、続いてのイベント情報ですね。ちょっとフライヤー等々がございませんので、紹介させていただきます。はい、スノーボード試写会、はい、ギークパーティーボリューム3ということで、はい、企画担当の、はい、小山はじめさんに来ていただきました、はい、拍手お願いします。こんばんは。こんばんは。元気ですか。元気です。お歌ばっかりやる。あ、そうか。これどういった企画なんでしょうか。はい、まあ、日本代表で世界で羽ばたいてるスノーボードのライダーさんを一度に集めた試写会を、パーティーダイニングアジトというところでするんですけれども、はいはい、今回は3本、はい、ライフスタイルっていうムービーの会社と、はい、ハートフィルムっていう会社とビッグタイムっていう会社の3本の試写会です、うん、で、地方都市の開催は徳島だけなんです。東京、大阪、名古屋だけなんで、はい、普段は大都市でやってるやつが、はい、ローカルな部分はもう徳島で見えるという、はい、そういうことですね。そうです。なんで、まあ、西日本で開催するところがないので、はい、岡山、広島ぐらいからもお客さんがどんどん来てます。すごいですね。ということでこれチケットはあるんですか。チケットもありますけれども、はい、当日も前よりも値段一緒なので、はいはい、何本になるんですか。2000円でワンドリンク。2000円のワンドリンク。ワンドリンクで当日も前よりも一緒。一緒です。今日はチケットはまだできてないんですよ。まだできてない。これからですね。はい、はいはい、チケットのお問い合わせの、テロップ出ますか。はい、どーんとお問い合わせテロップお願いします。来るか。はい、スノーボード試写会、はい、こちらの方がお問い合わせ番号、はい、0886222475ですね、はい、こちらの方、アジトの小山さんまで、はい、はい、いや、これはスールラントさん。あ、そうです、はい、はい、
もうぜひ、はい、これからウィンタースポーツに向けてですね、そうですね、はい、ぜひ見ていただきたいなということですよね、はい、と参加ライダー言ってもいいですか、はい、参加ライダーを参加ライダー、はい、ドドンと言っててください、はい、世界に誇る布施忠志君とか、はい、小西貴文君、はい、小西さんは徳島で生まれ育って、はい、城之内高校出たんですけどね、おーおー、もう世界でもコニタンっていう名前は通じるぐらい有名になってます、はい、なんか金ちゃんファミリーみたいな、ね、そうですね、そのコニタンじゃないですけどね、これはいじるなと、はい、あと鈴木翔太、はい、足立風太、はい、井上智秀、はい、あと愛媛の藤田和海くん、はい、あと東北勢が震災以降、はい、いろんなところで活動してまして、うん、今回高橋ひろみちゃんとか、はい、鈴木浩二、あ、杉本浩二、松浦弘樹、あと伊藤飛鳥さん、全部言うた、はい、はい、全部言えました、まだシークレットゲストが2人ぐらい、まだおる、はい、ということで見どころ満載ということで、はい、はい、スノーボード試写会ギークパーティーボリューム3、はい、ぜひ行きましょう、日程言ってないことないですか、日程を言ってください9月28日の金曜日、はい、8時から20時から20時からスタート、はい、ということですね、はい、はい、小山さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします、では続いてのイベントこちらです、ありがとう、オッケーベイビー、はい、どんどんいきますよ、続いては徳島ロックストリート、こちら実行委員会理事長、副理事長、はい、堀江さんです、よろしくお願いします、はい、お願いします、前回も来ていただいてね、はい、はい、前回はですね、はい、まあ、29と30の2日間だけやるということで告知をさせていただいて、はい、29日は、ミュージックフェローとミュージックアートの、はい、まあ、コラボイベントで、はい、ピーパラダイスの方でやりますよと、そうですね、で30日の方は、はい、クラブグラインドハウスであったりとか、はい、フィガロであったりとか、合計7会場でやりますよということでお知らせしていて、で、はい、まあ、ティーザーのフライヤーがあってここに、はい、8月31日に、はい、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト発表ということで、はい、やりましたので、まあ、発表になってるわけです、はい、はい、スペシャルゲストはこちらです、ドン、スペシャルゲスト、これ、はいね、これ右下の方に実は実物と一部異なる場合がございますと、うん、いう表記になってるわけですよ、はい、まあ、いきなりそのこういう外人のバンドを呼ぶのかというそうではなくて、まあ、ホワイトアッシュっていうバンドなんですけども、はい、ホワイトアッシュって多分皆さんご存じないと思うので、はい、なんと今日はミュージックビデオ、これ流せちゃうんですか、ここで流せちゃうんですよ、行ってみましょうか、はい、はい、早速行きましょう、じゃあ早速行きましょう、はい、やっぱ音を聞いてもらわないとね、どういうバンドか分かんないんで、はい、見ていただきましょう、ホワイトアッシュのデルス、
to win。というホワイトアッシュがですね、はいはいはい、かっこいいですね。30日に、はい、クラブグラインドハウスの方で戦します。で、彼らは今年のサマーソニックにも出てますし、うん、もう若手大注目のバンドなので、はい、もう知る人ぞ知る、で知らない人は知っておいた方がいいよっていうバンド で、うん、でこれをご紹介できるっていうのはすごく嬉しく思ってます。でこれがなんと2000円で見れますので。2000円で見るんですか。そうです。しかも29、30、2days で2000円ですので、ぜひこれは絶対行きましょうね。はい、29、30はね、栄町、秋田町周辺でぜひ、はい、ロックな夜を過ごしていただきたいなと。ロックストリートですね。はい、よろしくお願いします。ロックストリート、ロックストリートということで堀江さんに来ていただきました。ありがとうございます。ロックストリートよろしくお願いします。では続いての情報こちらです。はい、続いてのイベントの方ですね、心躍るスイート徳島、はい、カクテルコンベンション、カクテルパーティー、そうです、日本バーテンダー協会徳島支部大会実行委員長、はい、河野さんに来ていただきました。お願いします。こんばんは。はい、では河野さん、はい、段取りから言いますと、はい、1分間の PR タイムになります。はい、はい、終わりました。また会いましょう。はい、はい、では、はい、OK ベイビー。 OK です。はい、では行きますよ。はい、よーいスタート。心躍るスイート徳島カクテルコンペティションって言いまして、はい、主催が、私たち社団法人日本バーテンダー協会徳島支部が主催する、はい、カクテルコンペティションを行います。で、期日はですね9月30日日曜日、はい、で、場所はですね、今回、徳島駅前アミコビル2階、はい、野外ステージ、そごうの、ちょうど時計台の前ですね、はい、野外ステージで、はい、行います、うん、で今回ですね、地産地消カクテルコンペっていう形で言いまして、四国では初めて行います、はい、で、徳島の、地酒、うん、フルーツ、はい、農産物を使用した、うん、徳島ならではのカクテルをですね、うん、徳島の良さ、徳島の方に再認識していただきまして、うん、それを全国にアピールしようと思ってます。で内容は、はい、全国の、はい、からのトッププロバーテンダー、はい、約12名、もしかして徳島 の、 すごいすごいバーテンダー、後ろでなんかビラ持ってるひろこのお姉ちゃんも来るんですか。さてそれはクエスチョンですけど、クエスチョンですか先ほどね、はい、中地さんがちょうど、はい、そうですね、出場しますので、もう非常にね、はい、この番組アワチ TV に、はい、バーテンダー協会様、はい、ご協力いただいております。ありがとうございます。もういろいろ、はい、もうで、まあ厳選してるんですけども、徳島はではもうやっぱ若手のバーテンダーを、はいはい、出して出場させて、ほう、北は北海道から、はい、南は沖縄まで、はい、すみません、岡山まで、岡山はい、まで近っ近っ厳選しましたバーテンダーをですね、はい、呼びまして、はい、コンペをしたいんですけども、はい、このコンペ、普段のこう我々がやってるカクテルコンペ、はい、意外とこれちょっと硬いイメージがあるんですけど、はい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 、そういうんじゃなくて、バーテンダーがお店 の、 バー、うん、カウンターでですね、うん、お客様とこう対面しながら、はい、接客をしながらやるコンペです、はい、なるほど、ですから我々も私も解説で入るんですけども、はい、いろいろこうツッコミどころ満載で、はいはい、ツッコミっていきながら、ツッコミ MC が入るわけですね。そうです。それでこういいですね、楽しく、はい、そのお店で出せるカクテルっていうような競技をしたいと思ってます。なるほど、はい、ちなみにこれカクテルって言ったら結構一杯が、はい、700、800円しますよね、うん、お店しますね、ね、はい、チケットはどないなったんですか。なんとこれがですね、はい、2000円でですね、ほう、5ドリンク、2000円で5ドリンク、はい、安い安いですよ、うん、安い
なんで、存分に飲んでいただきたいなと。はい、もうな、僕ヘロヘロですね。そうですね、チケット1枚で。まあ、チケット1枚、はい、今ちょっと、はい、チケット、はい、こんな感じです。はい、はい、チケット5枚、反対でいけと。反対で、はい、来ました、はい、チケット、はい、5枚つづりです。5枚つづり、はい、5ドリンクついで2000円。2000円です。これどこでウイヨンですかね。これはこちらのお店フライさんでも売ってます。はい、フライさんでも今日買えますので、はい、ぜひぜひ、はい、あの一人でも多くの方にですね、そうですね、来ていただきたいと思いまして、はい、あのやってます。で、当日あの今回徳島市がですね、はい、なんと協賛をいただきまして、はい、徳島市のキャラ悪いですね。いや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 、協賛をいただきましてっていうか悪いです、ね、いや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 、ちゃんとお話をしてですね、はい、決まりましたけど、はい、それで、徳島市のキャラクターも登場しまして、はい、おお、なんとも盛り上げるキャンパスボーイ、あら、ではないです、トクシーね、トクシー、トクシー、はい、そうですね、トクシーも来ます。はい、なんで、あの皆さん楽しみにしておいてください。はい、はい、では9月30日、はい、カクテルコンペンション、カクテルパーティー、ぜひ行ってください。はい、皆さんお待ちしてます、はい、お待ちしてます。河野さんでした、ありがとうございます。で、ちなみにですけど、もう一度、はい、すいません、先着100名の方は、はい、そのカクテルコンペの審査にも加わっていただこうと。100名審査、はい、あの12杯のカクテルを飲んでいただけるという企画もやってますので、はい、もうその日はもう酔っ払って帰ってください。 OK ベイビーです。はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。では続いてのイベント情報、こちらです。はい、続きましては12月2日アワコンサード、アワコン実行委員会の副代表向井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。来ましたね、はい、アワコン、はい、巨大合コン、はい、もう3回目ですか。はい、1回目が確かあれいつあったんですかね。はい、2月やって、はい、ほんで2回目が7月、はい、何人だったんですかね、2回目、はい、2回目の時は1000人の募集で1200人、はい、1200人、はい、そして今回サードの3回目、はい、はい、募集人数、はい、男性600名、女性600名の、はい、1200名になります。どないなるんですかこれ600組カップルができる夜っていうことですね。そうですね、最大、はい、マックスで言うなら、はい、600名のカップル、600組のカップルを作ると、はい、もうどえらいことになりますね、はい、はい、ではちょっとこちらの情報を、はい、PR タイム、はい、いきますね、 OK、はい、ベイビー、いきます、はい、はいはい、では用意スタート。はい、ボリューム3、アワコンボリューム3、12月2日日曜日、19時から23時まで、ほう、はい、参加飲食店25店舗を、自由に動、はい、あの動いていただいて、お食事やお酒、出会いを楽しんでいただくイベントとなっております。はい、今回の募集は1200名ですが、はい、参加費は、男性6000円、うん、女性4000円、うん、同性2人1組でのお申し込みとなっております、うん、はい、お申し込み方法は、はい、アワコンホームページ、もしくは参加協力飲食店の、はい、うちの15店舗で販売をしておりますので、はい、そちらの方でチケットをお買い求めください。はい、これアワコンは、はい、いろんな情報を、はい、こちらの泡町 TV 同様、はい、アワコンの情報流れるんですね、はい、これが、アワコン TV ですね。アワコン TV ある、はい、情報ありますか。はい、はい、アワコン TV ない、ないですが、ユーストリームの中から、はい、アワコン、はい、アワコンホームページから、アワコンホームページで見えるということですね、はい、もう随時いろんな情報をアップしていくということで、はいはい、これも要チェックということですね、はい、はい、ではアワコン、はい、来月も来そうですね、これ、はい、告知、ぜひよろしくお願いします、はい、まだいろいろ情報よろしくお願いします、はい、向井さんでした、はい、ありがとうございます。では続いてのイベント情報、はい、こちらですはい、続きまして、もうすでに9月1日から公開になっております、映画人生彩り、彩りの PR に
北島シネマサンシャイン堀江さんと、はい、それから先月に続きまして住友まみちゃんに来ていただきました、はい、拍手お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。実はですね、住友まみちゃんのお父さんが出て、お父さんの役で、誰が出とんだっけ。平岡優太です。平岡優太役でお父さんが出る。いや違う、じゃあ違う、お父さん役が平岡優太そうだ、お父さん役が平岡優太ね。はい、まあ、全然似てないんですけどね。そうですね。だからこの彩りのモデル、彩りを立ち上げた、社長がまみちゃんのお父さんということ。はい、はい、でもうすでに公開しているということで、そうです、なんか映画 大変人気ということでね、もう爆発的な人気になっておりまして、まさから200人以上のお客様にご来場いただいて、もう数とか分かるんですか、来場、来場数、ま、シネマサンシャイン北島だけで言えば、今日6時ぐらいの数字なんですけど、はい、ま、初日からで、はい、3000名の、3000名もうすでに、はい、ご来場いただいております、はい、はい、ではちょっと見どころを PR タイムでドドンとお願いします。子供目線で、はい、ではよろしくどうぞ、はい、そうですね、見どころはやっぱりこう、はい、感動もあるんですけど、はいはい、やっぱりちょっとこう笑いがね、はい、適度に入ってて、ほう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 、私は結構そこがこう、この3人の掛け合いがすごいこう、うん、はい、漫才みたいな感じで、はい、面白かったですね。はい、すごい女優陣ですね。そうなんですよ、はい、おばあちゃま方になっても女子はやっぱり女子なわけです。女子やね、はい、うん、まあ、オッケーベイビーですけどね、この可愛いベイビー中尾、オッケーベイビーですかね。オッケーベイビーですね。オッケーベイビーです、はい、はい、で、この人生彩りにね、はい、ちなんでその神活を盛り上げようと、そうですね、いうことで、ヒロさん言わなきゃいけないことがありますよね、はい、それはもうこれだけ言ってください。はい、はい、そう、はい、映画とコラボをしてですね、はいはい、こうたくさんのお店がですね、これちょっと葉っぱを使った料理をたくさん出していただいてるんですけども、映画の舞台、映画場の中でも出てくる松雲閣さんはもう実際に映画の中で同じ料理が出てます。あと勝野さんとかですね、花三昧さん、花三昧さんはもう彩りが有名になる前からずっと使っていただいてて、はい、もう天ぷらコースもとても美味しいです。はい、あとそうですね、もうこちらにいらっしゃる、もう小川さんのカプリチョーザ、ありがとうございます。もうこの前1日に公開後に、はい、椎茸、神勝椎茸のコラボのパスタを食べに行かせていただきました。ありがとうございます。はい、とても美味しかったです。ありがとうございます。はい、恐縮です。いえいえいえ、はい、もう本当に映画見た後はフジグラン北島のカプリチョーザにお立ち寄りいただいて、で、ね、神勝の椎茸がね、そう、はい、食べていただくと、ね、はいはい、映画もお料理もご賞味ください、はい、ということでね、素晴らしい、はい、綺麗に、ね、はい、では、まだまだ人生彩り公開中でございます。はい、ございます。はい、もうぜひ、ね、まだまだやります。はい、まだまだやりますんで、徳島愛がいっぱい詰まった、はい、彩りぜひ見に行ってほしいと思います。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ではイベントのまとめに入りますんで、林さんお願いします。長かったです、はい、来ました、はい、もうね、いい時間だけどちょうどいいね、はい、はい、じゃあですね、今日本日のイベント振り返りましょう。まず一つ目こちらです。ワールドエキゾチカラテンミュージック、こちら、チケットのお問い合わせ、シンデレラ12-088-656-0131 088-656-0131 までよろしくお願いします。はい、な、皆さん要チェックで、これでも、もうすぐでもないか、そう、でも近いイベントですね。そうですね、近いですね、一番近いイベントですね、はい、皆さんね、ぜひこちらの方のイベントにも行ってください。さあ行きましょう、はい、続いてこちらです。はい、続いては、徳島ロックストリート、9月29日30日、こちらの方は、実行委員会、堀江さん来ていただきましたけど、ギターズバー、ジローズギターズバーでチケットをお取り扱い中です。なるほどね、はいはい、ぜひチェックお願いします。こちらも要チェックで、はい、さあ続いてこちらです。はい、続きましては、心躍るスイート、徳島カクテルコンベション&カクテルパーティーということで、9月30日の日曜日、
場所がアミコということで、お問い合わせはバーコーノまでよろしくお願いします。はいはい、続いていきましょう。続いてこちらです。はい、アワコンサード、巨大合コンがまた3回目やってきます。お問い合わせ080-2988-3355、080-2988-3335ですね。はい、はい、3335ですね。こちらもね、皆さんお問い合わせください。はい、さあ続いてはこちらです。はい、9月1日公開シネマサンシャイン北島、映画人生彩り絶賛公開中でございます。ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんぜひね、よろしくお願いいたします。さあ、はい、以上です、ね、今日も本当負け負けいっぱい、負け負けいっぱいです。でもすごいね、はい、このユーストリーム放送で、はい、もうPV を流すっていうことついに来ました ね、そこまで行っちゃいましたね。それって実はもう許可取るのが大変だね。めちゃめちゃ大変ですね。もう本当ジョニー&キャッシュにも、はい、ね、もう今日はもう大変だったっていう感じだね、はい、でもそんな形でこうまあメジャーなアーティストが、そうですね、ね、こういった形で徳島に来るっていうことはぜひね、うんうん、じゃあこの番組で流していいよなんていう、うん、そうなんですよ、非常にありがたい、はい、そう、ちょっと認知されつつあるんですね、アワマチ TV が来てます、うん、来てます、来てますね。来月やばいゲストが来るらしいですよ。知ってるよ。ちょっとこれね、それ言えないけどね、言えないですけどね、すごいゲストが出ますんで、はいはい、出ますんで、はい、はい、ということで、はい、今回もうたくさんのゲストに来ていただきました。はい、イベント情報、負け負けいっぱい、はい、担当ゲスター小川博史でした。 OK ベイビー、ありがとうございます。さあ、ね、後半でございますが、はい、じゃあ行きましょうか。はい、アワマチ TV 提供スポンサーはこちらです。アワマチ TV 提供は、ジャパニーズレストランアワ恋しぐれ、イタリア料理カプリチョーザ、ヌーベルプラスココ、スミヤ、以上4社でお届けしています。さあです、いよいよね、この番組エンディングでございますね。いかがでした、今日はアシスタントやって。すごく緊張しましたけど、うん、とても楽しかったです。本当？はい、よかった。ということで、センターにマリーナもいて、後ろにね、はい、このメンツがいますが、今ね、がっつり出てましたけども、はい、マイク入ってます？入ってます。はい、入ってますね。じゃあ、皆さんは何でしたっけ。あ、私たちでしょうか、私たちでしょうか。はい、2回言いましたけど、私たちは、アワマチ TV ヤングオーチームでーす、はい、すいません、はい、掛け声やりたかったでしょ。掛け声いりました、はい、最後締めで撮っとこうかなと思ったんですけど。あ、本当ですか、はい、締めはダメだって。あ、ダメだ。じゃあ行きましょうか。はい、徳島活性化計画アワチ TV ヤングオーオーというのがですね、ね、マリーナ、はい、先週から始まりました。はい、先週はですね、キャスター紹介、そしてコーナー紹介という形でね、はい、させていただきます。後ろにいるメンバーがキャスターとなりまして、はい、で、次の放送、アワマチ TV の次の放送がヤングオーです。はい、じゃあ
いつが放送なのか教えてください。じゃあ誰、吉野にしよう。僕ですか。はい、吉野に、いつ。はい、次回の放送が、9月26日の、夜の18時からです。はい、ね、はい、お願いします。ぜひですね、皆さん来てください。今度はですね、前回と違ってね、しおちゃん。はいはい、はい、前回と違ってどんな風になるんですか、番組。え、番組はどんな風になるんでしょうか。あ、そうですね、前回、コーナーの、どういったコーナーをしていくかという紹介をさせていただきました。うん、徳島の情報だけ、させていただいたんですが、8つのコーナーがありまして、そちらのコーナーをすべて、紹介したいと思います。はい、こんな感じでいいでしょうか。すごい楽しみです。まあ、なんとなくね、終わってからも若干みんなでミーティングして、はい、本当に全部のコーナーやっちゃっていいんだろうかなという話はあったんですが、はい、僕もお酒飲んで酔っ払ってましたけど、僕は言い切りました。すべてやろう、やろうって言ってましたね。だからここにみんないるからな、ナイトケアワーカーですよね。はい、ナオト、それからね、魔法の塗り薬そして、イベント情報、はい、もう楽しみなビフォーアフターです。はい、そしてビューティーリンクね。はい、まあね、あっちゃんとか他ね、皆さんお仕事で今今日来られないメンバーはいますが、すべてのコーナーをね、8つのコーナーをすべてやりますので、はい、皆さん8月26日要チェックでお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、このね、アワチ TV もエンディングでございます。じゃあ、アワチ TV のキャスターの皆さん来てください。ヒロシもゴーちゃんもみんな来てください。じゃあこれエンディングですから、すいません、これね、マイクがね、後ろの人にいるんですよね。はい、もらってください。さあ、あれ、もうコメちゃんは、はい、コメちゃん来ないだって。はい、ということで、はい、第ボリューム3です。もういかがでしたか、ヒロシ。いやね、今日もなんか盛りだくさんの情報、うんうん、本当進化してるなと思います。なるほど、はい、応援よろしくお願いします。すごいです。はい、本日もですね、この番組を生放送で見ていてくれた数字がありましたよね。190人の方がありがとうございます。見てくれていました、生放送。もう多分ね、今タイムリーに見てくれているんで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、いかがですか、しょっちゅう。いや、本当ね、緊張も溶けてきまして、うもう今もうお酒いっぱいになってますはい、もうこんな状態で次はやっていきたいなと思います。はい、はい、ね、ぜひねお願いします。じゃあゴーちゃんどうぞ。はい、今日もね、たくさんの方が、実際このスタジオノアに見に来ていただいて、ね、またそういうのってすごく嬉しいので、まあ、ユーストリームで見ていただくと一番ですけども、うん、また、次回も、多分、場所はもう決まってるんですか。次のね、だからアウマチ TV のはまだ決まってないんですけど、はい、一番近いのヤンゴーがね、9月26日にありますんで、はい、そこでまたね、はい、皆さんにお伝えしようと思います。はい、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあラストに今日初のアシスタント。はい、今日アシスタントを務めさせていただきました川上里穂です。ありがとうございました。はい、皆さん大きな拍手送ってあげてくださいさあ、それでですね、アシスタント候補生です。彼女はアシスタントという称号を得た方がいますよね。はい、じゃあヒロちゃんも来てくださいよおいでおいで。もうエンディングですか、ヒロちゃん。おいでおいで。だからあれなんだよ、君はアシスタント候補生です。はい、アシスタントの方来ましたはい、はい、ヒロちゃんもね、はい、今日見てどうでした。いや、もうなんか途中からだったんですけども、ね、何を言ったらいいのか全然わかりませんねえまたね、ひろちゃんがまたアシスタントしてくれることもありますんでね。いきなり生まれても、はい、はい、ということで、本日はですね、今日会場にお越しいただいた皆さん本当にありがとうございました。そして生放送で見てくれている皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてなおかつ再放送で見てくれている皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またですね、徳島に本当にいい情報をみんなでお届けしようと思います。じゃあラストに
ひろし誰行っちゃいますか。行きましょう、ひろし。ほな、これを持ってもらって、きっかけ、林さんですね。はい、はい、それから皆さん、皆さんで一緒にやります。はい、A です。 T B です。これで締めたいと思います。さあ行きましょうか。徳島、はい、活性化計画青町 D B。 また会いましょう。 OK baby。